お待たせしました。ロンロンカップ2022オータム2回戦の模様をお届けいたします。司会実況、私早川凛香が務めさせていただきます。そして解説には勝俣健二プロ、魚谷結実プロにお越しいただきました。どうぞお二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、2回戦が始まるんですが、その前にまず一つここは大ニュースがありましたので、そちらご紹介していきます。11月1日からですね、麻雀連合さんもロンロンに参戦されることが決定いたしました。なんと、はい、なんとですよ、ついに、はいはいはい、あの協会さんも参戦されることになって、うん、今度は麻雀連合さんも参戦するということもあって、ロンロンますます盛り上がること間違いなしということですね。はい、うん、もう10月見ててもね、協会のプロの方多数参戦していただいて、はい、おそらくね、麻雀連合さんからも多数の、うんうん、はい、ゴーさんだったり、と打てるかもっていう感じですよね。はい、その辺ね、詳しく詳細はツイッターなどにどんどん載せていきますので、そちらもぜひぜひご覧くださいませ。はい、ということで対局会場におつなぎしましょう。はい、あ気抜いてたね。あ、籠岩です、よろしくお願いします。すいません、油断してました。すいません。それではロンロンカップの、あのシステムの紹介に VTR どうぞ。ロンロンカップシステム紹介。トップの方は決勝進出、トップの方は決勝進出、トップの方は決勝進出、トップ2位の方は準決勝へ。3位の方は投票戦へ。1位の方は準決勝へ。1位の方は決勝戦へ。トップを取ると優勝です。はい、あのすごく楽しい VTR 見させていただきました。すごく楽しい感じあったんですけども、分かりづらくはありましたよね。うん、ちょっとこんがらがっちゃいますよね。ね、ちょっとその辺詳しくちょっと勝俣さんにまたご説明していただきたいんですけれども、はい、いいですか、すいません。はい、ですね、予選が ABC3 択行われまして、うん、各択トップを取った方はダイレクトに決勝進出、2位を取った選手は準決勝進出で、3択しかやらないんで、準決勝が今のところ3人になってるんで、各択の3位の選手から敗者復活に行って、まあ、条件達成した人が準決勝進出で、準決勝のトップを取った人が決勝戦っていう感じです。はい、条件とは何ですか、加護さん教えてください。3位の方の条件はハイパイに赤牌が来た枚数が一番多かった人です。ハイパイに赤牌が来た枚数が一番多かった人、はい、あのこれ数えてるのは誰なんですか。私が数えてます。おお、あの1回戦目数えてました。数えてました。ちゃんと数えられました。ちょっと自信がなくて後でもう一回やり直します。アンドリ、はい、アンドリナプロちゃんと数えられてなくて、あか、安藤さんのやつ後でちゃんと見直します。あ、じゃあちょっと後でしっかりと数えてもらって。すいません、後で教えてください。はい、はい、ありがとうございます。でこの後告知があるんですよね。はい、はい、
今日から11月6日までにロンロンの有料会員登録をしていただいた先着30名様に女流プロカレンダー2023をプレゼントさせていただきます。有料会員登録をした後に、ロンロンのメールまで、ロンロンに登録したニックネーム、宛名、郵便番号、住所を書いてお送りください。そしてロンロンカップに出場するためにはロンロンカップ2022ウィンター参加権利争奪戦に出ていただきます。優勝するとロンロン杯に参加できます。次回は1月15日に行われます。11月13日、11月20日、11月27日の9時から24時で、インターネットのロンロンで、優勝された方が、ロンロンカップに出場する権利が与えられます。ぜひ夏目坂スタジオでプロと対局しましょう。はい、それでは選手紹介に行きたいと思います。瀬戸熊直樹プロです。よろしくお願いします。お願いします。私の声聞こえますか？はい、聞こえますはっきり聞こえます。本当はこんな声じゃないんですけどはい緊張してて。あ、はい、はい、はい、聞きたいこと聞いてください。はい、はい前回出られた、はい、中庭三四郎さんに、はい、国士13面を報酬された。あ、そうですね、あれ以来ですね。それで今日組み合わせ見てなんだ三四郎いるじゃないかと思ったんですけどやっぱり違う三四郎で国士13面の方かってことで今日はリベンジの機会をいただいたんで、はい、国士とまではいかないですけど、まあ、それに近い大きな手を、三四郎さんから当たりたいと思ってますはい、何を上がる予定ですか？そうですね、多分3位になった時に赤牌の枚数っていうことだったんですけど、多分赤牌の枚数それだけいただいたら勝たなきゃいけないと思うんで、まあ、赤があるんで、まあ、ハネマンぐらいを狙って1回2回上がれればなとは思ってますそれでは意気込みをお願いします。はい、久しぶりのロンロンカップなんですけど、今日もいつも通り一生懸命やりますんでご声援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、お願いします。お席の方へどうぞ。次に森山茂和 プロにです。すごい、すいません会長、緊張しててごめんなさ い, いや私は緊張してないですけど、すいません、ちょっとがっかりしてるだけです。申し訳ございません何に どこにがっかりされたんですか？後ろからの声に厳しい頑張れよ。頑張ります、頑張ります。どうしたの会長、今日も素敵なお召し物ですねすいません今日はでも今日はお笑い、はい、今日お笑い大会すいませんかわいそう、ちょっとブータニがかわいそうとか言ってるけど、今日は私相手が伊藤優子プロと瀬戸熊直樹プロですが、桜庭さん、四郎さんと、はい、強敵ですけど、はい、いかがですか？いや別に自分さえ調子良ければ全然強敵じゃないんですけど、ファイが来るかどうかだけなんでいや本当は強敵なんですけどねまあ気合のある麻雀をちょっと今日は見せたいと思います、はい、ありがとうございます。会長らしい気合のある麻雀を見せてください。らしいのね頑張りますあ、そう、あ、すみません、意気込みお願いします、すみません、いや、
いや、確か気合のある麻雀をちょっと今日ね、したいなと。気持ちよくね、ちょっとさ、あの、まあ、攻めと、あの、いつも攻めるんですけど、まあ、攻めをちょっとより強くしてみようと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。席の方へどうぞ。伊藤優子プロです。お願いします。はい、よろしく。今日は急にちょっとたどたどしくて本当に申し訳ないですけど、あの、今日の対戦相手は会長と瀬戸熊プロと国士無双13面待ちの大和さんになってますけれども、はい、どうでしょうか。うん、まあ、あのね、ユーザーの方もね、もうすごい強い人なんですけどね、まあ、あの、会長と瀬戸熊プロと、うん、まあ、瀬戸熊プロと、うん、会長とはね、まあ、何十年とこう打ち合った、間柄なんですが、まあ、そうですね、瀬戸熊さんには何か負けたくないなという気持ちがありますよね。まあ後輩ですしね、うん、まあ今日は、まあ、まあつけばまあなんとかなると思いますけども、もう年も年なんでね、まあ精一杯頑張るだけですね。ありがとうございます、はい、最後に意気込みをお願いします。まあ、あの、一回勝負みたいなもんなんで、まあ、とりあえずトップを目指して、まあ、頑張って打ちたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい、頑張ります。では席の方へどうぞ。そしてユーザーの、大場さん、あ、桜場さん、志郎さんです。八丈寺若い来ました、松岡千秋と申します。よろしくお願いします。あ、つまんですね、失礼しました。失礼しました。もう一回やり直してもらって大場三四郎です。すいません、よろしくお願いします。いきなりのボケ大変恐縮です。受けなかったですね、すいませんでした。お名前は中庭三四郎さんだったんです。あ、そうです、本来はそうなんですけど、まあ、ロンドンもリニューアルということで T シャツも、まあ、グリーンからピンクということで大場に名前を変えて今回は参戦ということで。ああ、桜場ではなくて、もう大場です。もう僕の師匠の大場三四郎の名前、呼び方近くしたかったんで、ちゃんとそういう名前に一応考えて、うん、ボケてやってきました、準備してきました。なぜ大場三四郎さんを師匠に選ばれたんでしょうか。あ、すいませんでした。会長、余計な経費を使わせてもらって大変申し訳ございました。でも麻雀では負ける気ないんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。意気込みもね。あ、意気込みはそうですね、また最初にロンドンカップ出た時も会長と瀬戸熊さんで、それで前回上がった時も、うん、瀬戸熊さんと有効さんで、今回も、まあ、瀬戸熊さんとは3回目で、有効さんと会長も2回目なんで、まあそうですね、気を、もう一回、頑張って戦っていきますんで、よろしくお願いします。最後にちょっと、あ、なんで大場さん、志郎さんを師匠にしたのか。いや、私が最初の時ロンドンカップ来た時にユーザーの方の名前は勝重さんという人だったんですが、その方を間違って三四郎さんが重和さんっていうのを読んじゃって、それで会長が重和は俺だって叫んだ通称重和さん事件を、それ以来三四郎さんも師匠という、まあ、その現場にいた私だけが師匠と呼んでいいっていうことになったんで、昔のアーカイブ見ていただければそのシーンがあるんで、皆さんで笑っていただければと思いますので、よろしくお願いします。よくわかりました、ありがとうございます。それではお席の方へどうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、以上の4名での対決となります。いや、非常に面白い方で、前回のロンロンの時は中庭三四郎さんっていう名前だったんですよね。で、今回は名前変えて大場と、師匠の名前により近くなったということですね。
いやなんか面白かったですね。キャラが濃かったですね、はい、ただあと見どころとしては、はい、黒木さんがインカムで言わせてるんですけど、加護さんがね森山会長に結構ズケズケいろいろ言ってくっていう、ちょっとかわいそうでしたね。なかなか言えないですもんね、ああいうのはね。そうですね、上司の指示なんでっていう感じですね。新人のね加護さんが言ってるみたいになってるんですけど、まあ言わせてるのは黒木さんなんで。だってこんなね豪華なもうレジェンドクラスの人たち相手に、はい、もう緊張してるのにズケズケと言わされるっていう、まあ、正直、はい、連盟入会して1年目2年目だと、うん、会長とか優子さんお会いする機会自体がね、テレビ上の人ですからね、はい、いや相当緊張されて、ね、るでしょうけど、はい、というわけでそろそろ参りましょうか。ロンロンカップ2022オータム予選 B 卓統廃の開始です。こちら以上の4名でスタートいたします。まずちいちゃから瀬戸熊、そしてなんちゃ森山、ちゃーちゃ大場、大場さん、てーちゃ伊藤、こちらの並びでスタートします。今ね、ゆうこさんがハイパイを取るとこを、はい、いや違う、ワンパイの方に手を出してしまったんで、これハイパイ取り直すか、はい、戻せるか、多分ね、戻しましたね、はい、戻して、まだね手開けてなかったからこのままいけそうですかね、はいはい、じゃあ正規の積もう山をちゃんと取って、そうですね、はいはい、取り直しにはなりませんでしたね、はい、はい、このまま進みます。うっかりがありました。そうですね、でもこの場合特に何もそうです、ね、はい、はい、開けてなかったっていうのが大きかったですかね、うん、まあそもそもロンロンカップですし、はい、はい、ペナとかじゃなくて、そこまで厳しくはないってことですね、はい、公式戦でも取り直しですよね、もし見ちゃったとしても取り直しですね、はい、特にペナルティはないです、はい、お、さあこちら森山のハイパイです。ドラがスーピンになってます。マンズで一メンツ完成しています。そしてドラドラじゃないですか、こちらスーピンがドラドラドラで、ソースで一メンツ、そして伊藤はこちらです、見えないですね、ちょっとドラがあるような感じそして瀬戸くんのこちらですね、赤ウバが1枚マンゼヒトメンツ。さあ改めましてお二方どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いやーこれ大場三四郎さん、はい、このメンツに入ったら、僕らでもちょっとプレッシャー感じますよね、感じますね豪華ですからね、非常にヤバみたいな、はい、なりますよ、はい、これ大きなタイトル戦の決勝とかでもおかしくないメンバーですからね、いやでもそんな中でもね、なんか安定してるというか落ち着いたような印象ですけれどもね、まあもう3回目ですもんね、はい、常連さんですもんね、はい、結構ジョークを言うそんな余裕までありましたか、うん、もうだって瀬戸熊さんと3回森山さん優子さんと2回ずつ打ってるって言ってたんで、うん、なかなかそんな人ユーザーさんって珍しいですよね、まあ、プロでもなかなか打てないですよね、確かに、はい、打った経験私ほとんどないですもん、そうですよね、はい、瀬戸熊さんが赤2枚、赤来てます。で森山会長は赤とかドラはないですけど、これもいいシャンテン、ゴロチの3色かドラのスーピンを引いて打点をつけていきたいとこですね、優子、はい、さんが手悪いからもうローピンとかを先切ってちょっとスリムに構えてますね、ランを決めていましたかね。さあこちら手形たちが良くなりましたかね、急そぎり、あ、テンパイ、テンパイですけどドラが、スーピンで、こちらウーピンを切ってのテンパイ、はい、会長だったらね、ローソーとか切ってテンパイ外す可能性もあるかなと思いましたけど、ここは一旦テンパイ取りましたね、リャンワンとローソーのシャンポン待ちでテンパイを入れました。そう、嬉しい、なんちゃだから一回しっかり上がって親番迎えようですね。なるほど、こちら両面とかの変化があればリーチまであるか、うん、瀬戸駒さんもね、チーソーから切ってマンズの5678の部分、はい、で両面立つ作ってくてありましたけど、ここはシンプルにもう赤ピン絶対切らないってことですか、これは絶対使うという意思ですかね、まあ、ドラそばでもありますもんね、そろそろ切りづらくもなってきますか、うん、森山にアーマンドローソーのシャンポンでテンパを入れています。そしてこちら伊藤がイーシャンテン、お、テンパイですか、わー、一番苦しそうな手だったけど、これは文句なくリーチ、あー、ここはチーソー、あ、さっき切れた、いきます、はい、待ちはスーチーソー待ち、ドラのスーピンを引き入れての文句なしリーチ、ね、
あー一旦受けた。赤でしたけどね、瀬戸熊一旦受けに回ってます。2枚無筋でしたからね。通話は現物、こちらは闇天続行している森山です。でもね、打点で押したいですよね。そうですね、うん、大谷さんなら3万切り、はい、3万切り1回したいですかね。あの数万が初よりも前ってことで、うん、親番なのも。ただまあ貫禄残りがちょっと気になるかもしれないですね。単葉に移行できればもう一回攻めやすいから、何もありますよね。まあ、今魚谷さんが言った初の前に数万ってことは、うん、445初ってあったら、うん、まあね、数万のあんこに備えて初先切ることが多いと。特にドラがいっぱいあるとかだと初先切るから、当たったとしても安いことが多いしってことですよね。スリムに受けてるっていうのが分かるってことですね。しかもね、瀬戸駒さんの手に赤馬あるから、はい、445の5が赤だから絶対使うの先切りも否定されてるんでね、かなり通りやすいんですよね。いろいろ読めてくるものがあるんですね。うん、割りちった。森山ここでリーチといきます。馬を切ったことで2万が筋にかかる、うん、プラス数万がね、はい、3枚切られて使いづらくなってるっていうのもありますね。相当なんか使いづらそうに見える2万ですね。はい、わあびっくりした。あ、いい2万かと思いましたね。いい馬でした。あ、チーソー1個減って、チーソーは伊藤のあたり、はい、あ、瀬戸駒さんも受けましたね。赤赤でここは胸の撤退か。うん、大場さんもねしっかりと受けてますか。うん、檻に入りましたね。うわー、なんか結構伸びるんだけど、ただ結構も受けてますね。そうですね、まあ、2件2って受けちゃうとちょっと厳しいですか、ね。はい、親番で赤赤とはいえどさすがに苦しいか。瀬戸熊スッチしそうが2枚、リャンマンが2枚、2対2、いい勝負、2対2、はい、打点は優子さんのがちょっと高い。リーチピンフドラの伊藤で、これ大谷さん、はい、会長のつもぎりリーチって自分が対局者だったらどう思います？難しいですね。会長だとね、はい、なんか高い手はリーチ来てそうだから、はい、安いのかなって気はするし、ちょっとなんか悪いところだったのかなみたいな感覚はありますね。うん、でも間違いが薄くなったからリーチとか、うん、ね、うん、最終形だとなんかリーチに行ってそうなイメージはありますよね。うん、そのあたりも人読みっていうのが働く部分ではありますが、さあ、スーチソ2枚、瀬戸熊さんも赤赤のチャンスだけど、ここは下ろされちゃいましたね。はい、ですね。森山伊藤の2人リーチが入っています。はい、上がれないですか。会長配定ですよ。そう、伊藤まだね、2人合わせて4枚残ってるから、はい、配定に何かがすごい、いそう、ドラマがある可能性はある。あ、どっちかが当たり、はい、あー、このチーズを配定で捉えます。伊藤の上がり、リーチピンフ赤配定8000点の上がり。ここは伊藤が一歩リードしたところ、森山から捉えます。8000点、配定じゃなきゃね、3900ってなんか そんなにダメージないんですけどね。ドラマ乗ってなかったですし、この配定にやっぱドラマっていうのがあるもんですかね。いや、ここは森山つかまされてしまいました。との2局に移ります。親番森山、先ほどはリーチで配定に伊藤の当たり、はい、持ってきてしまいました。先手の標準にはなっている森山です。まあでも会長の打点力をもってすれば8000なんてね、ダメとはそうですよ。これは言ったさなかからもう大チャンス。でも第一は難しい、チーマンがシンプルですけど、お、シンプルに、うん、今から、ね、なんかパーツもちょっと具形が多くてどうしようか悩むところですけどね。なんか E ピンとか急走切るのは絶対両面にしたい人は、うん、結構すごいですよ。伊藤チューンガーとローソーアンコ、そしてドラも1枚ありますね。ドラが E1 です。これね、8000トン1局に上がって、うん、ユウコウさんの手もらって、うん、僕らならね喜んでペンサンマンチーするけど、ユウコウさんはスルーしてきますからね。そうですね、うん、確かに。もう今こんな勢いもらって2000点じゃ済まさんぞみたいなとこありますから、なんか自分で引いてきちゃう感じもありますよね。ある。さあどうなっていくのか。親番森山はトンがあんこです。ダブトンです。
大場さんのなんかピンクのガチャピンなんかちょっと怖いっすね。怖いですか？なんかガチャピンってだって緑じゃないですか。そうですよ、確かに色ちょっと変わってますよね、はい、いつもは緑なんですよね。今日は大場さんも あれじゃないですか、大場の王は桜なんでね。そうそう、多分そうだと思います。おっしゃってましたよね、はい、緑から変えてきた、うんうんうん、ってことですね。そして森山会長の手がもうカンパスを引き入れて、ね、もうリーチっていつでも飛んできそうな手ですね。自分が対局者で、ね、この皮されたら、ちょっと皮があらあらあら、これでリーチ、にゃんそう。いや、これ皮どうなんですか、これ。どうで三層切った後の完リャンピン払いなんで、はいはい、6ブロックに受けてないとリャンソーって当たんないんですよ、はい、で6ブロックにで3ピン E ピンの切り順が内側から切ってるから、はい、まあ、つまり数ピン引いたリャンピンいらないようにしてるんで、はい、両面両面っぽい、うん、そんな光景残りは5ブロックにするに決まってるって思うのが自然なんで、両層は絶対止まりません、はいはい、この2巡目のベタ折りしてる時だけ止めれるの、すごい光ってますよね。これ降りて打っちゃう人がいてもおかしくないレベルの両層です、はい、あとちなみにこういう時にチートイツはどうなんですか。チートイツはゼロではないですけどね、じゃあね、赤ウーマンと3ピン、うん、E ピンは端っこだから残るの分かるにしても、はい、赤ウーピンと3ピンは同じぐらいだったら赤ウーマン狙いで3ピン先になりそうだから、まあ可能性としてはちょっと低めですよね。なるほど。仕掛けましたね伊藤、これで天敗が入ります。ローマン、これも強い。変則3面待ち、ただ森山のリャンウソ山にたくさんいます。山に貼って7枚ですかね。7枚、はい、嘘1枚持たれてるだけです。7枚ってロッキュソローマン激薄、ロッキュソローマンよりこのリアンソーの方が強い。ロッキュソローマン1枚。さあこの変則3面、そうか、ゆうこさんローマン切って現物待ちに受ける手もありましたけどね。あー確かに、うん、ちょっとやっぱり森山会長だから先切りも警戒してのってことですかね。現物ったのは確かにそうですね。あ、まあでもやっぱり同じ理由でウーマン切って、これは止まらない、リャンソーを捉えます。森山の上がり、リーチダブトン、裏ドラは乗りませんでした。7700の上がり、ここは伊藤から取り返しましたね、うん、やっぱ同じ理由でウーマン切った後の3ピン E ピン手出したからローマンってかなり通るように見えるとこなんですよね、うん、はい、まあ先輩していてということですね、うん、まあでもやっぱりね森山会長はねありますからね。そうですね、作ってきますよね。でしかもこれをトン2局に見せられたから次に会長にリーチって言われたら現物以外全部怖く見えちゃいますよね。怖い、何でもあるって思っちゃいますよね。全部打つ危険性がある、通りそうな両走、これを捉えた森山でした。トンの2局1本は親番の連ちゃんです。ドラはウーアン、ただ8000の後7700を取り返したからまた接戦っていうかスタートにも戻ったような感じですね。リーチボート300点の分だけちょっと沈んでるのが森山ですが、ほぼほぼ並び、左手でねあそうか、なんか勝敗に見えちゃいましたね。泣いたかみたいな。いいですよ、瀬戸駒さん仕頃が見えてドラマある、うん、手が立ち良さそうでした。さあ森山ダブトン放っていきます。わあ、うわドラ3、楽しみな手配ですか。ダブドラですね、赤ドラ、はい、うん、さあ一面完成、789もうということで3ピン。でもドラがウーマンだからローマンを先切りたくないですもんね。どっかのタイミングで移行できるのがしたい感じ、うん、したそうな気はするんですけど、ただ現状789にするためには3万かローマンを残党にしないと難しいの で、ね、はい、それよりはもしかしたら、うん、あのマンズの1通ウーマン2万とか引いて1通に伸ばしていく方が自然に渡っていけそうですね。3色よりも1通の方、まあ、ちょっとあと678もなる可能性がいいですね。ローソー引いて急ソー切ってとかして、うんうん、はい、その辺の3色なんかも見られるか。瀬戸熊が手形値かなり整ってきていますね、うん、こちら来てます。赤ドラ目いっぱいです。キューピンのとこがちょっと重ためなんで単葉になるといいですね、はい、関数層とか入ったら自然に単葉に来やすい、うん、まあ普通は関数層地位するんですよ高め3色だしそうですね、うん、けど瀬戸熊さんだとやっぱりワンスルーから、はい、こうね育ててきそうですよね。羽マン当たりたいって言ってましたもんね。言ってましたね。言ってました。赤がね、やっぱ入っているルールですからっていうことですよね。さあ、一目完成した伊藤です。
白は1枚切れ、5、6、7の3色もある。初は3枚切れ、スリムなら2万、手広くなら初、うん、手広く受けましたか、はい、こうしておくと単葉以降もちょっとしやすいですよね、うん、白が出なかった時とかに差し子もある。じゃあキューピン切って、そうありますね、うん、キューピン切り。あ、選択はつも切りとしました。E マンが4枚切れて、あ、リャンマン自分で切ってるんですね、瀬戸駒さんは。じゃあもうマンズの伸び場もいらないと。ドラ引いてきましたね。バービン、ピンズ4連携ができます。これでリャンマン切り。あ、わー、3層切りですって。並びシャンポン残しました。チューンは場に1枚切れていた牌ですね。これは意外ですね。スリムにするにしても、キューピン切ってスリムに、まあ安牌として実地を持つ方がね、確かに、なんか高くなりますしね、うん、その方が。だからこれは絶対に泣かないぞっていう進行ですよね、瀬戸駒さん。面前でいくと、うん、まあ、チーピン引きからのピンフイペイ光景をケアしたっていうとこですね。はい、さあこれで両面を決めます。もうこれ追いつかないって判断だ。うん、確かに順目的に深くなってまいりましたね。際どくはなってきてますもんね。確かに赤のある麻雀だと、うん、一人がリーチって言っても他の人も追っかけてきたりすることが多くなるんで、ちょっと自分も手広げすぎると手詰まっちゃったりしますよね。二間リーチに挟まれてとかで、そのあたりのスピード感大事ですよね。さあ伊藤が仕掛けてますね。チーションのポン、まあ、しかもイーシャンテンからイーシャンテンのポンだったんですよ。あのサブローワンのイーシャンテンで、はい、チーションポンすると、まあ、ちょっと広くなる形でしたね、うん、まあ、ドラさんですもんね、うん、ここは手を広げていって上がりをものにしたいところ伊藤。そして仕掛けてますね。さ、大場さんが運送地ですね、はい、大場さんはイーシャンテン、あ、テンパイですね。あ、ただ七八九は崩れちゃった、うん、リーチと行きました。町はペンチーピン、森山のリーチです。リーチドライチ、このペンチーピン山にあと2枚。これは入るというか、もう全面対決ですね、はい、これで伊藤も追いつきます。これはいくら親利とはいえ全部勝負ですね、はい、まあ馬引いた時にどう受けるかぐらいなとこで、はい、伊藤はドラさん、なんかいい対決枚数な気がしますね。ローキューピンもそんなに多くなくて、そうですね、キューピンがあと山に1枚、ローピンが1枚、1枚、うん、2対1ですね、うん、2対1、2対1ならどちらが勝つかわからないですね。という局もありえますね、はい、さあ決着はつくのでしょうか。ローキューピン対ペンチーピン、山は現物、ローピンが1枚、あ、キューピン危ない、キューピン危ない、 E ピン振り点、あ、ここは嘘切り、現物ですからね、2人の現物、確かに、今ちょっと速報が入りまして、佐々木プロがロンロンやってます。皆さん大チャンスです。今ロンロンに入ると佐々木プロと同卓できる大チャンスです。皆さんよければ。佐々木さんね、待ち時間が長くて、佐々木プロ、あと石田プロもいらっしゃいます。キューピンじゃないですか。キューピン、キューピン捉えた。伊藤の上がり、ハクドラさん、すごい、8300、バチバチ、レジェンドの戦いが、うん、はい、毎回8000点ぐらいという、うん、本当ですよね。行って、ね、行ってきて行ってきてって感じですよね、はい、行って帰って、まあでもね、はい、もう長年打ってきてるんで、はい、ゆうこうさんがチーソーポンして数万打ってきて脳天だったんで、マンガンじゃないの見たことないレベルですから、確かに。さあここは伊藤が8000は8300と森山のリーチボンも回収しています。これでトップ目、ただレジェンド対決、行ってこい行ってこいっていう感じです。そして瀬戸熊大場、うん、ここで上がりたいところ。あ、でも大場さんね、ここまでそんなにチャンスできてないですけど、はい、レジェンドたちの強烈な攻めをしっかりとこう受け止めてるんで、どっかでね、ワンチャンスいい手が来た時にものにしたいですね、うん、さあそんな大場の親番です。ドラはチーワン、なんか見ててもあれですよね、
緊張してるっていうよりはいつも通りの麻雀打ってるって感じしますよね、うん、そうですね、なんか麻雀を楽しんでるっていう、うん、そんな感じ伝わってきますよね。でもね、このメンツで楽しめたら相当なメンタルですよ。いやでも大場さんってやっぱメンタルすごい強いなと思ってて、はい、いきなりボケからねインタビュー入ってるからね、あれできないもんね、はい、できない。あと前回のその国試前回13名の時見てたんですけど、はい、なんかもうあんまり国試13名って私人生に1回も張ったことないんで、うん、ちょっと緊張するじゃないですか。しますよ。もうなんか結構割とあんま普通でしょみたいな感じで当てたからローンみたいな してやったりみたいな感じで上がってたんですごいですね、はい、メンタル強いなって思います。で今回ね予選1回戦であのヒデさんが1位通過だったんですけれども、うん、ヒデさんあのメンチンのリャンペイコー、うん、ありましたね、3倍も上がっての余裕のトップ通過だったんでね、ここユーザーさん大チャンスの可能性ありますよ、はい、6000オール見えるって入ってますよ、はい、うん、ユーザーさんがたくさんいる決勝もちょっと見たいですよね、うん、そうですよね、うん、やっぱりあのプロ3人とユーザーさんっていうこの予選のシステム上、うん、なかなかねユーザーさんが決勝卓に集まるってことはあまりないんですけれども、うん、しかもプロもねこう強いプロが選ばれて出てきてるから、うん、きついですよ。今回もねこんな素晴らしい卓でレジェンドたちに囲まれての対局ですからね。だってここでね、うん、僕大場さんの席座っても全然勝てる気しないもん。しないです、はい、全然しないです。なんとか2着滑り込むみたいな。もうスタートから結構そんな感じですよね。実際2人レジェンドクラスがバチ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 やってるの目の前で見てるわけですからね、うん、やっぱりでもファンの方からしたらねいや羨ましいなって思いますよね。いやそうですよ、こんな場にいたいですもん、うん、さあ大場さんいいシャンテになってますよ。先生リーチが飛んでくる可能性あります、はい、大場さんが一番いいですね今回。両面両面サブロック Q1 の受けがあります。もうちょっとね有効さんとか瀬戸熊さんはあまりに手が悪いから安牌残しつつっていう感じですもんね、うん、森山さんは結構形はいいですよね、うんうん、さあこのターン瀬戸熊は仕掛けませんでした。2枚目はどうか。2枚目すらスルーですねこの形だと、うん、ドラが重なってくれたりしたら2枚目は泣くんでしょうけど、はい、ちょっとまだ遅いですか、うん、もうちょっと進まないとちょっと怖いですよね。リスクが高いというか、こう遅い安い形悪い、まあ、遅いと形悪い一緒か似てるけど、はい、まあ、だからもういいとこがないんで、はい、もう一歩進んでくれたらですか、ドラ引き6か7のマンズ引けたら、うん、もしくは3品あんこぐらい。あ、ね、あ引いた、これは嬉しい。ローマ引き、これでサブロッキーワのリーチになります。大場さんの先生リーチ、あれ結構いるんじゃないですか。3万2枚ローマン1枚、9万が2枚5山、いやいっぱいいる。さあ一発も6000オールから大きい。うわー、ローマになります。リーチ一発もピンク赤ドラ裏、はい、はい、6000オールの上がり。さあ大場さんここで一気にトップ目です。よー来てますね。いや今回ユーザーさん来てますよ、大きい上がり6000オール決まりました。でもあのこのリード全然足んないですから、この3人相手にしたら、はいはい、1回戦勝負ですからね。2局後ぐらいにまくられておかしくないぐらいのリードなんで、まだ確かにまだまだ分からない、はい、もう1回6000オール欲しい。さあ一波乱も二波乱もあるロンロンカップですが、ここは大場さんが6000オールを決めてトップ目に躍り出ています。この3局1本はドラが9ピン、2メンツと、まあ、ドラが1枚。あーいいですね、なんか先制は取れそうなそんなような手形です。さあ伊藤はこちら赤嘘がありますがちょっとまだ苦しいですかね。自敗がバラバラとあります。わ、瀬戸熊さん一通がすぐそこに、わ瀬戸熊いい三層引きましたよ。染めます。さあローアンからチンチ行きたいね、これは、はい、あ森山さんもすごいですよ。本すごい、もうなんか誰が一番手でもちょっと分からなくなってきましたね、みんななんでこんな高そうな手ばっかり入るんですか。すごいな。え、小谷さんだったら大場さんの手の拍どうします、はい、いや難しいですね。親だか、あ親だから泣くとき泣いてね、キューピンさえ引ければ、あ、これだと、あ、これ泣きやすいですね。泣きやすいですよね、はい、小型だとちょっとさっきの形は泣きにくいんですよね、うん、よっぽど。
でも一応ね1万4000点ぐらいリードしたんで、うん、こう2900とかぐらいの手でも結構嬉しい加点になってきますからね、うんうん、あ、瀬戸熊さんがそうですね、ギャンカン券取りましたね瀬戸熊さん。あさあ森山数案を切ってピンズの本質に向かっています、はい、シンプルに行きましたね。3ピンかねチーピン選択するかなと思いましたけど、そうす切っておくと、まあ、陳一の目が残りますよね、はい、トーン仕掛けた森山一歩前進したところです。いいシャンテン、ま、やっぱり赤ワーピンなのがポイントですか。ちょっとそこ使いたいなってやっぱ思いますかね、うん、まあ、あと下茶の会長がピンズの本一風味だから、うん、赤含みで3枚切ってくのはね、会長にチャンス与えちゃうっていうことかもしれないですね。ちょっと泣き放題ですもんね。うん、リスキーかなっていうそういう判断ですよね。さあ伊藤、この仕掛けを受けて何をするか。もうね、会長の仕掛けに反応して、うん、こう白髪難を絞りにいってる感じですね。3枚は厳しいですね。仕掛けた大場さん、これで天敗ですね。カンニャンゾウ2枚切れ。まあでもね、ピンズマッチよりはマシっていう感じはします、うん、はい。想像であればまだ上がりがあるか。さあローソーを引いたのは瀬戸熊、相撲切りとします。まあ、瀬戸熊さんのね考えとしては、はい、ラス目の森山会長が1枚目のトーンをポンしたんですよ、あ2枚目だったかな。2枚目のまあ、でもこれ漫画ないことないんですよね、森山会長がポンすると。じゃあどんな形で漫画なのかって考えたら ほぼほぼ本一なので、想像はね無筋でも切りやすいです。さあ瀬戸熊貫禄ピでテンパを入れました。役がない形、こちらを闇点とします。やっぱりドライド本一って怖いですよね、うんうん、おドラドラになった糸。これは厳しいか。ちょっとスリムに受けてますね伊藤。仕事になれば勝負ぐらいにですかね。そうですね。あさあ天敗ですか。スッチーピンリャンピン、スッチーピンリャンピンの三面ちゃん。さあ森山が一気に追いつきました。あリャンピン止まる。なんか画面 画面がそうですね。さあ森山天敗が入ってます。スーチーピンリャンピン、これ大場さん持ってきちゃった時どうか。ピンズがね一応いいピンが1枚余ってきたんで、はい、そろそろ天敗しててもおかしくないなっていうところではあるんですけど、さあ持ってきた時の選択どうするか。自分が天敗してて1枚余りぐらいだとちょっと行きたい感ありますよね。行きたいはありますよね、はい、まあ9ピンとかはね止めるんでしょうけど、はい、いいピンは取ってる。リャンピンぐらいだとねちょっと切っちゃってもおかしくない。また余った牌がいいピンっていうのがね、うん、もっと中の方だったらさすがにっていうのはある感じはありますよね。あります。そうですね。さあどうだ森山。でもリャンソーも2枚、しかもリャンソーはこうねウーソーも通ったし、うん、リュウコウさんとか瀬戸熊さんもね持ってきたらひょって切ってくれるリャンソーなんでね、はい、そんなに不利ではないですよ。どちらに微笑むのか。スッチーピンリャンピンはチーピン1リャンピン1スーピン0 2対2だ。2対2。あリャンソーを捉えたのはオーバー、オーバーの上がりです。ハクドライチ2900の1本場3200点の上がり、はい、ここはオーバーしっかり上がりました。しかも2着の有効さんから上がることができたので、はい、結構嬉しい加点になりましたね。そうですね。それで伊藤から直接取って点差が離れたということですね、はい、さあオーバー6勢オールから3200点上がってよりリードを広げています。積み重ね大きいですよね。そういうのが後から響いてきますよね。じわじわ響いてきますね。だってね今のであの2900から3200の直撃で6400とか、はい、その6400ってオーラスで考えると相手にリャン半分ぐらいの
条件を押し付けることになりますからね、いやこれじゃあ後々かなり響いてきますね、うん、うわドラキから切る、ドラが1枚、カウンスかドラか、どっちのドラ切るかですね、そうですね、どっちにしましょう、こっちとりあえず白の方にしましたか、はい、重なるときは白の方が嬉しいのが普通、はい、ドラが2枚なんでね、けど今回は重なりはウーソーは赤ウーソーの分とピンフの分で同じ重なりは両半、はい、だったら数層引いた時に赤ウーソー使える方が嬉しいんで白切りがいいですよね、という白切りでしたね、これ1打目からドラの白ですよ、これ大谷さん対局者でどう思います、瀬戸熊さんの第一打ドラ白、はい、いやもう怖すぎてもう安牌始めます自分が赤いかぐらいで頑張るけど、そうですね、よっぽどじゃなければ、まあ、この大場さんの手ぐらいだとちょっといきますけど、うん、それ以外はちょっとアンパイ集めようって思います、ね、有効さんぐらいの手だったらもうシャアだけは取っとかないとまずいぞって、うん、そうですね、ちょっと怖いですか、さあ瀬戸くんマジ最高で、こちらイーシャンテンですね、ヤンカンイーソーが2枚イギルなんですね、うん、で赤ウソ絶対使えるという形にしました、普段だったらね、あれドラうっかり見ないで切っちゃったかなぐらいあるけど瀬戸駒さんないからね、そういうの、いやないでしょうね、その信頼度はもちろん皆さんあるでしょう、さあ赤ウマ引きました、大場さんの形相当いいですよね、そうですね、タイヤでまとまってまた4000オール6000オールなんかも見えるか、有効さんだとねたまにね、あいたたたとか言ってる時あるんですけどね打ってるとなんか、あ間違っちゃったのかなって思う時、うん、そうそう、あいたたってなってる時あるんで、うん、さあ三層引いた、これも十分形勢逆転ですね、いやこれはかなり逆転しました、形の並びが圧倒的にいいですからね、大場さんの方が、もう両形しかないというか、打点も待ち形もどっちも上回ってる、はい、どちらも想図が欲しい形、うわ難しい、松もぎりか、これで一通の可能性がかなり減った、うん、どうも、サインシャンテン。スーピン持ってきた時はもう一回振り点にしますかね。どうすればいいの、そうですね。な、はい、どうします、ま、うん、一旦チーピン切るけど、はい、テンパってリーチいけるかと言われると僕はいけないかもしれないみたいな、なんかね、ゆうこさんピンズだもんね、仕掛けましたね、このこれさ、瀬戸熊さんの白に反応してるかもしれないですね。あ、そうですね、切ってるところももう中ちゃんぱいばっかりで、はい、いつ来てもおかしくないですもんね、しかも3枚目、さあ伊藤が仕掛けますね、ゆうこさん一目打ち切ってったんですよね、このペーをポン、ペーをお高瀬ですね、法律迎えました、はい、そして森山がハズが重なってチート打ちのイーシャンテン、うん、4パーソ、4パーソ積もったのオーバー、タイヤを赤、1000オールは1200オール。いや、終わらないですね。これでさらにリードを広げます。いい加点ですよ。まあね、できれば6000オールにしたいけど、高めの両層も3枚見えちゃったし。うん、瀬戸駒さんもドラ切ってるし。でも、なんか反応できるのもいい仕掛けというか、うんうん、結構できない人も多いですよね。確かに。いっぱい出ても。リアメンチーですもんね。まあ、リアメンチーというか、はい、やっぱ6000オール、4000オールが簡単に見える人だったんで、なかなかやっぱどこで仕掛けようかってバランスが結構難しいので、うん、だからあれですよね、選択ですね、その選択肢があることが素晴らしいっていうことですよね、どっちの選択が正解は難しいけど、さあそんな大場のレンちゃんです、ちょっと手が落ちたけど3局連続上がりをものにしています、ドラは3ピン、わあ苦しい、ドラ入りメンツあっていいですよ、いいじゃないですか、そして森山こちら、万字の本一見えますか、座布団が重なります、大場、これまたレンちゃんが見えますか、そうですね、座布団はポンしていきたいですね、はい、ただこのまま黙っているメンバーではないでしょう、うん、この3人、まあ、どのプロもそうですけど、はい、特に本当にギリギリまでトップ目指してくるんで、うん、これがね、自分が桜庭さん、大場さん立場に立った時に、はい、瀬戸熊さんと有効さんが2着争い始めてくれたらもうトップ取るの楽なんですよ、楽なんですけど、2人でトップ狙いされると本当に辛いんですよね、うんうん、これずっと最後まで苦しいっていう戦いになっちゃいますよね、やっぱり全員がトップを狙ってくる戦いと、はい、まあ、2着でも
今回はいいかなと思ってくる戦いでかなり差がありますよね。体感トップ率倍じゃ効かないぐらい違います、うん、違いますね、体感で、うん、さあもちもちになっちゃいましたね。トーンです。森山重なります。大場さんは取んないと結構厳しそうな手ですよね。そうですね。森山さんはもしかしたら面前でトーン使わなくてもできるかもしれないんですけど、一気通過になれば必要ないですもんね。そしてね、あの本一だからもう統一落としのない手ですからね。はい、となると大場さんがやや形勢が不利と、まあ、大場さんと会長どっちの手にチーマンが入るかって感じですね。どっちも欲しいですね。チーマン引けた方の勝ちみたいな。チーマンまだ山に2枚、ただシャアももう1枚切れちゃってて、なんかトン頼りになると結構難しいですね。確かに、はい、さあ大場の欲しいダブトンは森山ともちもち、これでメンツができました。伊藤、伊藤くんもこちらメンツができる。チートイツは嫌だけどしょうがないですか。チートイツにしましたか。決めました。さあ森山初が重なります。初は場に1枚切られてる牌、これでポンテンは取りますか。取りますよね。だってね、5200だけど一手代わり満貫もあるし、はい、わあうまい。あ、これでチートイツの先輩リーチといいます。瀬戸熊三品待ち、二山十分、短期で二山ならねいいですよね。ここはもうね降りて問題ない。はい、大場さん十分ね、この親番で得点稼ぎます、ね、頑張りたい。さあ瀬戸熊のリーチ入っています。一発はなかった。瀬戸熊の星、これどうですか。トルネード出る。あ、来た来た来た、血は入った。あ、リーチだ。さあリーチといきます。初1枚、トンと初のシャンポン待ち、3品2枚、はい、トンは2枚こちらにあります。トイツ落としはされないですね、ここも、うん、なんで初が1枚だけ、うん、ドラの3品が山井2枚、初が1枚。でもあとシャア1枚しか共通安排ないですよ。シャア切った後怖い、うん、あの手詰まっちゃうと危ない、2枚あるし、もしかしたら危ないか。一旦シャアだけど、そうですね、あー、リャンマンがある、うん、リャンマン、シャアの後ですね。手詰まったら危ない。いいんですけど、まあ二軒リーチは増えることが多いけど、増えること多いですね。さあ、3ピン詰まった。トルネード決まります。瀬戸熊の詰まがり、裏ドラはなりませんでした。リーチツモチートイツドラドラ、3000-6000の3本間、これは大きい。3300-6300です。これですよ。ラークさせてもらえませんよ。これで大場さんは親がかぶった形ですね。だって羽マン親かぶりでもう2万点差縮まっちゃうんですもん。いやー、これはもうやはり一筋縄ではいかないメンバー、みんながみんなトップを狙ってきます。だってもう瀬戸駒さん満貫ツモで並びですもんね。きつい、あっという間ですね。さあ山に2枚あった3品、力強く積もり上がった瀬戸熊です。そしてトンの4局親番伊藤、ドラはパーワン。これね、はい、僕は知ってるんですけど、瀬戸熊さんは優子さんにめっちゃ強いんですよ。あ、そうなんですか、うん、A1 とか時代から、うん、あ、相性がいいというかもう、はい、まあ、ずっとこう一緒に麻雀打って、まあ優子さんに教わってた時代もあって、もう癖を知り尽くしてるみたいなとこがあると思うんですよね。でインタビューでもおっしゃってましたね、瀬戸熊には負けたくないなと、うん、優子さんはね、そう、はい、多分ね、ちょっとね、ちょっと分が悪いの印象あると思うんですよ、優子さんも。確かに、なんかこの人とずっとやっててなんか勝てないなって人いますよね、うん、あ、森山さんって、ね、僕も前に瀬戸熊さんと優子さんととかでリーグ戦終わった後に、はい、あの終わったと瀬戸熊さんが、あそこ優子さんダマ点入ってたじゃんみたいな会話で、え、ダマ点入ってることって全然気づいてないです僕みたいな、なんで分かったんですかみたいに言ったら、ダマ点は難しい、はい、そう、なんで分かったんですかとか言うと、いや、まあモーションとかでもう分かるのさみたいな、あ、熟知されてるんですね。なるほど、知り尽くされてるっていうのはちょっと不利でもありますか。だいぶ不利ですよね。そうですよね、はい、だって黙ってってそう、バレないためにやってるのにバレたら意味ないですね、はいはい、バレないためにリーチしてないのにみたいなとこですよね、それだけ知り尽くされていると、うん、たくさんたくさん一緒に打ってきたということですね。さあそして森山、苦しい7900点持ちですが、ドラがあんこです。ここは上がりたいところ。そうですね、一旦ね、はい、こう満貫ツモでもできたら、難しい。
形割りあんまんとかですけど、うわあの小切り単葉もメインってことですね。そうですね、三アンコウから数アンコウの可能性まで残しつつの進行ですね。うわが入った一歩前進糸、糸は中がアンコです。スピード感はややあります。まあペンチーピン払いですか。うわあ、純ちゃんも見た。ここ統一をほぐしていきます。赤ウピン引いたのは大場、ナンが役牌ではないのでちょっとね、わーチートイ決め打ち、うん、ここからは間に合わないってことですか。さあ仕掛けましたね、森山ローピンオポンです。うん、イシャンテン、はい、はい、ドラさんのイシャンテン、これね会長は不利なんですよ。それはなぜですか。これドラアンコバレちゃったんで、もう全員に、あ、もう会長だと、あのこれね、いやまあね、大場さんは分かんないですけど、もう優子さんと瀬戸駒さんは確信してると思いますね。ドラアンコだなと、まあ、ドラアンコかどうかは実際分かんないですけど、漫画、漫画じゃないことがないんですこれ。2000点とかはもうないと、2000点出てきたこと一回もないです。危ない危ない危ない、チート決めたらドラオス危ない。あ、ここはパーサーを我慢した。一旦50回避です。さあサブローソで単葉ドラさんの天板は森山、瀬戸駒さんが3像を、ね、いっぱい持ってるんですよね、こちらアンコですね。もう守備に行くんじゃないですかね。はい、もう会長からは満願未満は出てこないので、うん、あ、もうそれも知り尽くされているということですね。さあ3層が1枚と老層が3枚いますね。いっぱいいる。三郎層、老層が3枚いるってことは、じゃあ大場さんもちょっとチャンスですね、自分で重ねることができれば、ね、自分で重なったらもうバーッ。だってこれもバレてるからね、感じた方がいいですよ。バレてるんだったらもうね、はい、やってもいいですね。あのよく隠れドラさんとか言うけど、森会長の場合はもうローピン泣いちゃったら隠れてないんですよね。あ、これこれって、シンドラマパワー、これはやばい、これはもう誰も打ちません。圧倒的な打点見せつけていきます。ドラ8でもいいシャンテンですよ、おばさん。まあでも脳天だしね、地層とか現物切っていくしかないのか、まあ、初とかでもいいですけどね、2枚切れてるし、一旦ね初にしましたね。さあ桜庭さんも苦しいか、 48,500 点持ちのトップ目、ドラ8を切られる。あ、押したー、ルーピー押してますね。だって現物待ちだから、はい、そっか、かわしたいですよね。ここ 1,2 巡耐えれば押してる糸、だってここで瀬戸駒さんからチーソー出ておかしくない。確かに今のうちって言って、切られる、アウンの呼吸。さあペンチーソーは糸、いやでもこれ優子さんのウーピン切りも対局者目線尋常じゃないですよね。かなり怖いです。結構なんか濃そうな筋ですね。ノーチャンスか、一応ローピンポンでローピン1枚切れてるから。そっかそっかそっか、パーピンノーチャンスか。だからまあ、ま、マシといえばマシですね。さあサブローさん、まだ山にゴロゴロいます。あちそう、リュウコさんのリャンソーすごくないですか。すごいとかいうレベルを超えてます。あ、チーソーだ、チーソー、見事、このチーソー取れます。伊藤の上がり、森山のドラ8をかわし切った形です。これしびれますね、はい、リャンソープッシュ、いやこれすごいですね。あのリャンソーがこの上がりを生みました、森山のね。だってこれ解説不能だもんね、リャンソープッシュ、あんこのすごい、もう意地で戦っている。あの、はい、理由は現物待ちにしたいってことしかないですね。ファースト急走もね、上払っていくのもありますもんね、うん、だからみんなが森山さんを見てるから、そこの隙をつかないといけないっていう一度ですよね、うん、パーソーも現物だし、急走は単野に絡まないから打ちやすいのに、うん、はい、いや今のすごかったですね。さあ伊藤の親番が連チャンしています。ドラはウーピン、まあでも補充した大場さんも、うんうん、あの積もられるよりね、はい、多分大場さんとっても、お、よかったよかったってこの補充には、ね、なってそうですけどね、はい、だからね、今のところは森山さん以外はみんなこう未来がよかったよかった、よかったと、はい、だってドラ8ですからね、はい、でも会長の席に座ってたらね、ちょっとやんそうなんですかと、はい、注意したいけどね。こっちとらドラ8ですよと、押しすぎ押しすぎ。やめてくださいよというところですよね。森山としてもあれは上がりたい大物手でした。さあ今度は伊藤の手形が良さそうです。赤ウアンが1枚あります。そして瀬戸熊も悪くない、瀬戸熊いいですね、いいですよ、うん、はい、森山は初が統一、大場がやや遅れてますね、ペイが統一です。チート位置もう決め打ちしましたね。
はい、とこちらペンさんその受けは残します。ウーピン、ドラのウーピンが重なったの瀬戸熊、ここはパワー切り、はい、シンプルに、うん、金図で二面図で切った時にまあ4五の方強いですもんね。さあ現在2着目3万6700点持ち瀬戸熊です。うん、会長今ローピン切りですって。これもしかして想像全部切っていく構想じゃないですか、はい、本いつとかですか。だってねトーン1枚切れてるしドラがウーピンで赤ウーピン持ってきたらって思って、はい、ローピンなんて考えないじゃないですか普通。ああ想像切りそう、やっぱりそうじゃないとローピン切りがね成立しなくなっちゃうから。あウードラですよ。そう、瀬戸熊さんはする、はい、うん、ちょっと単位余りましたけどね、瀬戸熊さん手がこう E1 急走ぐらい切ると一応ありましたけど、ここはスルーでした、うん、もうちょっと面前でってこともありますかね。まあ残った形が3層老層ぐらいしか嬉しくないっていうのがありますもんね、うん、少ないですね有効配が。さあ伊藤は3ピン引きで両面ができます。おろちがあるんで、うん、ちょっと悩めるんですけど、でも皮見るとこれ会長と大場さんがマンズ1枚も切ってなくて、はい、なんか変だなって感じですよね。うん、そうですね。だからマンズを全然切ってないからまだ現状ね国士か本一かとかは分かんないんですけど、はい、なんか想像とピンズ集めときたくなるんですよ、うんうんうん、だからなんかちょっとペン酸素を払うのすらためらわれますよね。さあ GPA 持っておいてくっつきましたゴロチのイーシャンテン、選択うまくはまりました伊藤です。先制リーチが飛んでくるでしょうか。貫禄層は2枚切れ、あー難しい、悩む。チーソーが自然、まあ、チーソーが一番普通ですね。ピンズの下良さそうですね。あこからウーソーにしました。危ない方からってことですか、うん、3色にはなりませんでしたが手形が良くなっています。一応ねチーソーから切れば裏目のローソーを引いても9層パーソーって切って3色の可能性あったんですけど、うんうん、もうね決めたって感じですね。さあバビ引いた伊藤、うん、テンパイが入ります。まあ文句なくリーチですよね。お小さを切ってリーチ強くいきます。伊藤の町は3面ちゃんイースーピー3ピン、これ大場さんあの6000オル積もってこんなきついのと、いや本当ですよ。ここで伊藤にね積もられでもしたらもう一気にまくられっていうこともありますもんね、うん、さあ伊藤のリーチは3面ちゃんイースーピー3ピン一発まであります。まあ降りるのには向いてる手ですね。さあどうだ一発はピンズ G ピン、瀬戸熊さんどうします。ドラは3枚あるけど3層引いたら3層引いた嬉しいけどスーピン危ない、スーピン危ない、言いそうか現物のね、はい、現物の言いそう。チートウツで粘れるか森山、ベンチ手もありますね、はい、さあスーピン3ピンどうだ、うん、通ってない。じゃあチーソーで無難に行きますか。わあ徹底的に、あなるほどなるほど、9層が打ちにくいので、はい、数層は中筋で打てるので、うんうん、カンパス2つ残したんですね、回ってきやすくしたわけですね、うんうん、粘りながらの選択。さあこのイースーピン3ピン山にいっぱいいますね。今ローマが取った、山に3枚、そんなに、はい、で数ピンも1枚1枚3ピンも1枚いっぱいいます。ここに1枚数ピン、この数ピンは伊藤の上がりです。リーチピンフ赤、裏ドラは乗りませんでした。5800の1本は6100点の上がり、ここは森山から捉えます。いやいや大場さんね、えトップ安泰どころか三着まで見えてきちゃってますよ。三人競りになってますね。うかうかしてられない点差まで詰められています、うん、あとねさっきね A 卓と B 卓の合間に教わったんですけど、はい、これ親が連チャンしてってるじゃないですか、はい、だからねハイパイにある赤牌の枚数がこの B 卓有利になってくみたいな、うんうんうん、ね、あでも A 卓も結構連チャンしてますね。多かったっけ。結構長かったと思いましたね、うん、長くはありましたね。そうですね、うんうん、結構目いっぱい使ってるんで、うん、
そうですね、14曲結構多いですよね。結構多いですね。でもなんかあの3着の安藤さんはあんまり役来なかったんでって言って帰ろうとしましたけどね。安藤さん4枚あったみたいですね。なるほどなるほど。4枚、はい、なんか1回しか来てないとかって本人は言ってたんで、勘違いまあまあ入り込んでるとうっかりしたことあるからね。ハイパイの枚数って結構わかんないですもんね。こう第一層での赤は違うのでとか考えると、どっちかっていうとその道中使える時に来た赤の方が覚えてますよね。うそうですよね、ハイパイはそうですよね。そんなにあまり重要視しないかもしれないですね。この4曲、日本馬に移っています。ドラはパーワン、親番伊藤の連ちゃんです。4枚ってどうなんですか、勝間さん。少ないんじゃないですか。少ない方ですか。一本ちゃったらどのぐらい来るんでしょうね。あんまり考えたことがなかったん で、 そうですね、計算とかしたことないですよね。ちょろっと計算してみます。数字に強い勝間先生が今ちょっと計算してくれています。じゃあハイパイで、すごいてあのアバウトなはしょった計算すると、はい、ハイパイに3曲に1枚ぐらいが平均だから、はい、4枚平均よりちょい少ないぐらいでしたか。14曲だっけ、はいはいはい、じゃあまだまだ分からないですね。だから4枚でも曲数が多かったってことを考えるとちょっと有利か、うん、そうですね。8曲マージャンだと多分その分減りますもんね。そうですね、うん、確かに。じゃあたまに来るハイパイの赤さんって相当な確率なんですね。たまに来なくない、ハイパイの赤さん。あんまり来ることないですか。え、たまに来ません。まあ、本当に M リーグで1回もない気がしたけどね、ハイパイ赤さんは。ハイパイ赤さんは本当にたまにですよ、たまに。テンパイはね、何回かしたことあるけど。その段階にならないとやっぱりあんまり、うん。あ、そうですね。気のせいでした。うん、いや、でもまあ、なくはないのかな。たまにたまに。もちろん。お、いいですね。さあ、大場が手形が良さそうです。現在46,500点もトップ目。ただ伊藤瀬戸熊ににじり寄られています。もうね1万点差ですもんね、ざっくり、はい、だいぶ詰められてきている。なんとか 自力でここは1回ね上がって、うんうんうん、そうですね、ここ目一杯持ちたいですよね。チーマン引いたのが理想ですけど、うん、もう数ピンとかローピン引いたピンファーカーのリーチに十分ですから、まあ、例えば数層とか引いてくるとこのしごろもありますしね。確かに、はい、だからウーピンはなんか、うん、もう絶対持ってきたいですね、うんうん、とにかく楽しみな出会い、はい、R1 テンパリのこれでペンチーは、ね、うん、いやでも打点強力ですよ。8000ドラ表示入る赤ドラ、ゆうこさん、あ、これ危ないかも。次ココトンから、次選択ですよね。瀬戸熊さんするドラドラですよ、瀬戸熊さん。本当だ、トンスルー1枚目は泣かなかった。これ泣かないんですね、すごいな。絶対泣くもんね、うちら3900円欲しいですよ。しかもだってね、赤ウーマンとか赤ウーピン引いたら満貫だしみたいな、はい、っていうかね、うん、パーマーアンコになるかもしれないし、うん、とか思って。さあスーピン、これ危ないですか。あ、まあ、でもドラパーマンだと関連層払うんですかね。関連層払い、守備意識が高い。あ、2枚目は泣くでしょう。さあこのトーンは2枚目泣かない。泣かないんですか。チートイだじゃん。なるほど、決めてました。瀬戸熊2枚目のトーンもする、うん、まあ全部チュンチャンパイになっちゃうのを嫌ったっていうのがね、一番の理由ですね。さあアンコになりました。パーソー、これから入ってたら泣くのにって感じですね。他のところがもうちょっと形整ってれば泣きやすいんですけど、まだポンしてリアンシャンテンですもんね。はい、でしたよね。あ、ドラつもぎりポンして食いたん。あ、これは泣きました。瀬戸くんはドラのポン。これだとトンを1枚残せるプラス、はい、あと満貫になってるっていうのが大きな差ですよね、安全に進めるのもありますね。まあ、打点の差も差の方がちょっと大きい。そう、リーチと来ました。大場さんのリーチ、これは自分の皮に数万があって、はい、なおかつね、うん、パーマンつもぎったわけじゃないですか、うん、これカンチーマンペンチーマンなんて誰も想像できないから。いや、これ読めないです、はい、これ切られる可能性ありますか。これじゃあ降りて打っちゃうまであります。このチーマン山に有効さんとかが現物が尽きた時に、はい、もう真っ先にチーマンからって感じになりますよ。まあ、普通はねパーマントのシャンポンとかにしますよね、うんうん、あの両面だったらもちろんスッチーワンなんですけど、はい、
ペンチーワンとかカンチーワンにするぐらいならドラとのシャンポンにするのが一般的なんで、読み筋からは相当外れますね。あ、つもぎりっていうのはやはりそれくらいまで読めてしまうということですね、はい、これだってチーマン来てロンとか言われたらえって声出ちゃいそう、ね、もあるのってえってそういうことですよね。さあもしかしたら降りて撃たれる可能性があるチーワン、はい、まだ山には2枚残されています。会長でもいいシャンテンですね。はい、会長はチーマン欲しいとこ、うん、じゃあ打つことはまだないですね。差し掛けます瀬戸熊、まあ、瀬戸熊さんもね満願ですからね。ヤンピンをチーしての3ピン切りシャンテン、これは追いかけるためにここでね大場さんに上がられたらまた差ついちゃうから、はい、この満願を押していきたいですよ。ここはライバルとのテンパイですよ。テンパイリーチまである間4件、ただパーワンはポンされてる。9万は怖いです普通に、まあ、788からは8を当然切るので、はい、あでも数万が現物ですね。じゃあ、うんうん、1万よりかでもね2差しのためにはね。確かに。どうします、さあどっちにしましょう。ウーソー切る手もある、リャンソーもある、ダマ、あ、まあ、ポンされてるからダマに決まります。闇点、はい、うわこのリーチに間4件のリャンソー出てきてんのも強烈ですね。ですね。天敗に見え、あ、天敗だ。さあこれでパーソー切りかな。リャンソー通ったからウーソーかな。あ、そっか。まあ、パーソー切ってリーチ。さあパーソー切りリーチ、森山追いつきました。ツーチーワンでのリーチです。形勢逆転、数万の分有利。確かに。あ、数万ない？はい、数万ゼロ。じゃあチーワンだけ。チーワン2。残り2枚のチーワンをめぐるリーチになります。あ、チー考えてます。これはチーしたい。これはしたいですね。チーして。9万勝負してこれでサブローマンの待ち替えです。サブローマン川に3手に1234あ1枚2対1対2対2対1いや誰が勝ってもおかしくない。ちなみに有効さんがチーマン補充しちゃった時にロンロンカップはダブロンがないから頭跳ねないんですか、はい、ロンカップは。そっか、前はあった気がするんですけどね。あった気がしますね、あった気がしたけど、ダブル WC ルールに近づいたって感じ。はい、あーローマン順からだ、すいません、はい、フーロメンツに入ってました。入ってました。じゃああとチーマン2枚、チーワが2枚で、ユーコさんが押した場合には会長の上がり。あ、でも次配手ですか。本当だ、だから会長が積もるか積もないか。ん、ああ違う、瀬戸熊さんで終わり。あ、じゃあ出ないかな。これが入って、ああ、チーマンだった。危なかった。あ、現物なし、パーソーがある、パーソーがある、パーソーです。パーソーは森山がリーチ宣言牌で切ってますね、はい、さあこれで流局となります。いや、伊藤、森山、大場の3人天牌での流局。ここは一人の手の瀬戸熊です。いやー、有効さんのねこの押してくのも見事ですよね、はい、さっきのリャンソーもそうですけど、あのリャンソー切りから始まった連チャンですしね、はい、あれを強く押し切った糸、うん、今回も野蛮をつなぎます。大場さんもねパーマンポンさせてからのつもぎりリーチのペンチーマン、うん、すごい面白い、はい、浅くにあったら出てておかしくないとこだったんで、うん、そうですよね、十分上がりありましたしね。さあ、トンの4曲3本場です。なんと光沢は2本で3本場、ドラはチーピン。さあ伊藤の敗敗、こちらやや重たいですか、メンツがありません、うん、そして瀬戸くま、これはもう敗敗からね守備に行きたいぐらいの手。そして森山です。森山も悪くないですね、まずまず1通狙いですか。さあ大場は赤馬が1枚、割とみんな手形が今回苦しいですね、うん、ドラが1枚ある伊藤です。3万6千点持ち、2着目まで来ました。いやー、もう2千オールで逆転ですよ。もうあっという間にそこまで。大場さんとの差が1万500点ですから、あと供託2本ですね。もうあっという間ですね。やっぱりこのレジェンドたち一筋縄ではいかない。もう一回突き放したいですよね、大場さんは、うん、
ここでもう一上がりしたいところを場こう競り合いだとどうしてもやっぱり苦しい戦いになっちゃうんで、はい、さあ買うそう大事な考え方ってこういう時に、うん、このリード守りたいって思うと縮こまっちゃって結構逆転されやすくなるんで、はい、もうね、うん、今から始まったぐらいの気持ち で、ね、いい手は押す、はい、悪い手は守るってできると結構トップ取れそうですよね、はい、なんかこう守ってだとやっぱりどうしてもしどん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 失点してっちゃうので先点ずつとかだけどね、はい、っていう感じですよね、はい、じわりじわり詰められちゃいますよね。なのでこのぐらいだったらまあもう本当に今勝又さんがおっしゃったみたいに今から始まりますみたいな、うん、3万点みんな並んでますぐらいの気持ちでやってもいいような気がしますね、うん、今日はトンプー戦勝負だみたいなぐらいの感じで、はい、リードして入っちゃうとそれがあるからちょっとあれですよね、まあ、普通はリードしてたらやっぱり有利なんですけどね、はい、何事ももちろん追い上げる方が大変ですけど。さあ瀬戸駒いい貫禄が入ります。瀬戸熊さんは泣かないんですかね。泣かなそう。あ、さすがに強角日本ですからね。はい。さあこれで瀬戸熊は天牌が入ります。数チーソー。これはかなり有利。うんうん、親の現物にチーソーもあるのって将来の展開も悪くないし。これ親流しの意味合いもありますよね。はい。競ってる相手ですしね、有効さんが。まあ、さらに、うん、ドラのチーピン持ってきてチーソーで上がれば満貫だし。確かに。発展性もありますね、うん、3色の手があり、はい、さあこの数値会長がくっつき方次第お、あんこだった2あんこ目でも会長危ないそう引けばあ耐えたあ振り手振り手かでもいきますここはリーチといきます。森山のリーチはサブロッキュースを振り手手数必要ですもんね。うん、うん出上がりきたいというよりかは自分で、まあ、あと瀬戸熊さんに圧をかけておかないと自分の上がり番が来ないよっていうのもありそうですね、うんうん、はい。あのやっぱりラス目のリーチってどうしてもこう上3人で競ってる時って一番飛び込みたくなくて、はい、その上の競り競争から結構脱落しちゃいがちじゃないですか。だから降りてくれるパターンがかなり増えますね。一、うん、人だけ8000打つのはなんかなんもったいないと思っちゃうんですよ。さあ瀬戸熊それで苦しんでいますかね。いやもうアンパイ足んないからはい、ウーピンしかないもんね。現実がウーピンしかないウーピンはなかった、まあ、ここは我慢我慢の選択です。これはね分かりました、うん、会長ブランドです。会長これだって一発だと1万2000まであるなとかってよぎっちゃいますね。そうかそうか会長それも見据えた振り点リーチだったかもしれないですね。森山の策がハマったか。まあでもローマン切るしかないですね。もう中筋だってさっきウーピン切って今更ねローピン押すとかはもう意味わかんなくなっちゃう、ね、さあ急走積もったんですけどちょっと不満そうでしたね。さあ裏ドラが乗れば大丈夫。裏ドラの方リーチ積もピンフ裏1300-2600の 3本場ですね。1600-2900。さあ森山振り手を積もって何の一曲に移ります。結構やってますね曲数。結構やってますね、うん、もうすでに13曲くらい13曲じゃあこれはもう大谷さんは2着以上入るしかないね。3着意味ないなって感じ、はい、よっぽどピカピカしてないと。でもよっぽどピカピカしてる時は大体トップになるから。あ確かに12曲目。まあそれでも多いですね。十分多いです。さあ瀬戸熊の親番ドラはパーワンです。第1打はトンから森山のハイパイこちらです。おお大チャンス。赤いソが1枚マンズで1面ツピンズも1面ツそしてオーバードラが1枚あります。ドラがパーワンそしてドラドライと形は重たいですね。両面が1個もない。はい森山が良さそうですね。そうですね。もうピンフ赤い1のいいシャンテン。もういい版欲しいんですけどね。はいまあでもそうこう言ってられない。つけるの難しそうな手ですよね。まあ数万か、はい、ローピンか赤ウーピンかの3択ぐらいですか、はい、赤上がって親番になりそうですか、うん、
そうですね、はい、現在森山は3着目の瀬戸熊と2万点以上離された4着目です、うん、伊藤は9番があんこになります。ドラドラの手、現在2着目伊藤。さあ一歩前進したところですね、はい、瀬戸熊単葉でまとまるか。わ、これでね、羽まんまで見えます、ね、文句なし盤石、うん、はい、手広いインシャンテ。じゃあちょっと欲張り言うのはすごい先に、はい、羽まんみたいなかけたいですね。一回羽まんとか積もるとまた分からなくなってきますか。羽まん積もると瀬戸熊さんとほぼ並びぐらいまで行きますからね。さあ天敗、ここは選択はスーチーピンにしました。まあ打点でね、うん、ピンフの方で、はい、ピンフつけてリーチピンフ赤赤。こっちじゃないとちょっと羽まんになりにくいですよね。あの変則三面だと役がピンフつかない分こっちにしちゃいますね。これ瀬戸熊さんどうしたらいいですか。瀬戸熊さん親番、うん、いやでも形がちょっとまだ苦しい気はするんですよね。まあ一旦自敗だけ切る。あーちーそう、あー、まあ、このあーピン惜しい。でこんな無理だ、ね、惜しいというか、ね、選べない、選べないですよね。そうですよね、はい、打点でやっぱピンフがつ、うん、こっちのスーチーピンにするのが普通。瀬戸熊さん安牌どうせ足りないから初チュンだけ行って その間にメンツ完成。あ痛い、はい、チーソー切ったばかりのところでした。あんまりない。あーすごい数層、もうこれは完全にイーソーが通ったんで中筋、うん、わーじゃもう折りだ。まあ確かにでも瀬戸熊さん親が落ちても大場さんと 1、2パー、まあ満願親かぶりして破熱も条件ぐらいに入ってるってことですね、うん、あチーピンが1枚減った。親かぶりした後ってことですね。した後破熱も条件ぐらいだから、はい、数チーピン残り山に2枚になりました。2枚しかない、はい、うん、数ピンだけ。そうですね、チーピンがなくて数ピンだけ。残り2枚のスーピン積も上がれるか森山。意外と大場さんの手がなんとかなるかもしれないですね。うわあ、スーピン積もった森山。裏ドラが1枚乗ると割れます。裏ドラが乗りましたね。さあリーチ積もピンフ赤赤ドラ、この1枚大きい3,000-6,000の上がりです。いや本当決まらないですねこのメンバーは。これで森山は瀬戸熊とほぼ並びの点数までこぎつけました、うん、というか大場さんが4着敗退だっておかしくないぐらいの点差には打っちゃったら分かんないですよね、うん、森山会長が1位で決勝で、うん、大場さんが4着敗退になってもね、うん、あるよねっていうぐらいの点差ですよ、うん、もういやいやいや、もうどうなってくるのか分からない波乱の展開です。なんと2つ、お、2面積も見えますよ。大山は森山、ドラが3番です。打点がちょっと、あ、ドラが使ってって感じですか、うん、ドラが1枚ありますね。さあ大場こちら赤ウーピンがあります。いいですね、形良さそうですよね。ただ大場さんは逆にここで満願積むぐらいすると、はい、会長と瀬戸熊さんはさすがに2着狙いかってなるんで、うん、ね、ここで1回決めたいです。決めたいですね、はい、じゃあやっぱり天敗したらリーチ打ってった方がいいですか。僕はダマ26の手だったら絶対リーチ打ってた、うん、ちょっとすごい手なんですけど。すごいすごいすごい、ちょっとすごすぎる。瀬戸熊の手がすごいですよ。白あんこ初統一本一丸見え。ドラの3万がどうなるか。くっつきんしゃん点ですよ、はい、大場さん。じゃあ速さはもう来ます、ね、圧倒的。高さも結構ある。さあ瀬戸熊このハイパイもらっています。大チャンス。でも大場も来ています。いや会長も戦える。ぶつかる。あたよあたよだ。ぶつかる。さあ大場これはものにしたいところ。仕掛けどうですか大場さん。いや泣かない。僕は泣かない。これ2000点ここで決めて、うん、2000点上がった。まだ分かんなくなっちゃう。キーはマンズ引いた。まあ、ペンチーマン払ってね一旦、うん、そう迫られてきてるんで、うん、あのなんかちょっと難しい話すると残り3曲あるじゃないですか、大場さんの立場だとリードしてるから3曲で1回満願級上がればまあ勝つなっていう感じなんですよ、うんうん、で残りの3曲のうち絶対上位30分倍以上に入る今手が来てるんで、うん、ここなんですよ。確かにやるならば勝負どころだということですね、だからよっぽどね何かが緊急事態がない限りなく瀬戸熊来てます、はい、でも大場も上がりたい。これ勝負どころにしたい。いやこれ3番間に合っちゃうかもしれないね。
いや危ないですね。ドラの3番だってもうくっつきの形によっては絶対出ますもんね。瀬戸熊いいシャンテー、この大葉の浮いてる3番どうなる。うわーやばい、これでいいシャンテー。数ピンありますよ。あれ数ピン全あ3枚ありますよ。三山、三山は引いちゃう可能性あるじゃないですか。ありますよ。あれ何重なった。じゃあこれ払いますか、ペンちゃん。いやウーマンローマンもあるよ瀬戸熊さん。ちゃんとえだって瀬戸熊さんは1万5000円以上差があるから、はい、倍積もしたらトップだから。ここ考えます。あま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 あ、手形で言わん一旦8000ね。そうですね、まあドラ絶対引かなきゃいけないのがちょっと嫌ですよね、なんか形的には。でもあの間はやっぱそれも考えてたってことですよね。まさかの一番の流行さん。さあこれで、あ、やみてシャアは上がれる。シャアは自家製 E1 とシャアのシャンポン待ち、一番乗りは伊藤。これシャア止まる人誰もいない。いないですね。しかもシャア2枚だ。みんな勝負ですからね。だうわ大場さんこの手が先手取れないなんて。早く転敗したい。そして伊藤はもう転敗。会長はリーチ行きたい。何はと思われ。瀬戸熊さんもでもリーチ打てばこれハネマン。うん。あ、ポンテンでしょう。あ、これハンコのやつですか。あんこのない。シャア、このシャアを捉えます。あ、でもこれ大場さんラッキーじゃない。大場さんにとっては多分相当いい。さあ伊藤の上がり1300点。さあこれで会長はマンガンツモ、マンガンツモと2局連続のマンツモが必要ですね、1着のためには。で瀬戸熊さんは2局で羽つも1回分だから1000-2000と万願つもみたいな感じで OK ですね。優子さんはねオーラス親なんでトップだけあります。トップだけ、はい、じゃあ優子さんは結構何でもいいからまず迎えるのも大事ですね。そうですね、まあ、だから瀬戸熊さんとか会長に万つもで、ね、2着取られないぐらいの差つけてオーラスいけたら理想的ですね。はい、何の3曲ドラはいいそうです。伊藤のハイパーにドラが2枚ありました。ただ他がちょっと多いですか。そして瀬戸熊こちら赤ウアがあります。チートイツと森山赤ウソ1枚。会長はねここね最低満願です、多分考え方が、うんはいうん、会長はだって2着狙いするイメージないですもんね、うん、見たことない。ここから、はい、満願2回上がったらトップですもんね。そうです、満願ツモじゃなきゃダメかな、うんうんうん、出上がり2回はダメですね。はい、打点が必要な森山。ゆうこうさんが左に寄ってってかぶっちゃってニャンピンかなあれ一番左は。ニャンピンっぽいですね。ヤンシャンテンですかね、チートイツの。もう天カメ見るとすごい、もうゆうこうさんの左の寄り方が大場さんに寄ってますね。さあローピン入った。大場さんこれでいいシャンテン、頭のない形ですね。あ、消えちゃいました。はい、あの見せてくれましたね。はい、ありがとうございます。あ、これであんこができると、まあ一回トイトイもちょっと見ながら、うん、大場さんとしてもここは上がって大きく突き放したいところではありますか。そうですね、もうだって安全圏とは言えないから、はい、伊藤の親番が控えてますしね、うん、しかもね親を割る時って大体ね、はい、あの失点して終わることが多いんで、じゃあここは守りには絶対行かずに攻めて攻めて、まあ、この手ならね特に攻めたい で、ね、これ4000オレぐらい上がると、うん、結構もう条件が瀬戸熊さん森山さん厳しくなるんで、伊藤さんゆうこさんとの一騎打ちになりがちなんですよね、はい、それは多分大場さんにとって一番いいのかなと思います。これどうですか、リャンピンチーとかから鎮逸は。あ、なるほど。大谷さんは私はしたいですね。ドラがね一個もないんで、うん、リーチピンフだとちょっと打点的に物足りないから、ね、今の現状の感じだともっと高い点数狙っていきたい、うん、まあでも鎮逸行くにしても完リャンピンぐらいですか、泣きやすいのは。あとはちょっと難しい。3ピンチーしたらターツ作りにくいけど、ターツ不足ですけど、まあでも、まあ、無理やり行くなら3ピンチーもあるか。あ、ウーピンポンかな。あと、あ、ウーピンポンありますね、うん、はい、あ、数ピンチーもありますね。さあ2ピンがアンパになった糸、2アンコ目です。数ピンチーだとなんかもう両面でチーしたいぐらいだけど。あー、なるほど。
森山行って進みます。いいですね、森山さんも満貫見えますね。さあ伊藤はドラドラリャンピンスビアンコにしています。ここがアンコにしちゃってるからもう無理ですよね。そう、オーバーの欲しいとこなんですよね、はい、リャンピンスーピンっていうのが。で逆に瀬戸熊さんと会長はピンズがネックになってないからチャンスといえばチャンスですよね、はい、そして森山赤ウーピンが来ましたね。さあドラの言いそうポンですかこれ。ポンでしょう、ポンでしょう。伊藤泣きました。初が握れ、チュンも握れ。いやこれ大葉とてでもう本当にうかうかしてられないというか、これは切れてない皮に切れてない薬杯は白と南、うん、この2つが最大限に警戒されるとこですね、はい、そうですね、はい、白これやめまである、白と南1枚ずつ持ってるんですよね。だってこれこいつに向かっていきつつってことですか。いやこれ厳しい。実は持ってないけど、はい、2つとも助かるなんて想像できないから、どっちかは厳しそうですか。しかも泣いてるのはライバル有効さんだから、これもうベタ折りになっちゃいますよね。次の曲勝負がありますね、こうなっちゃうと。ここ打っちゃったりしたら本当にもう大変なことになっちゃいますもんね。打つとね敗退まである。いや敗退まで、でもローソー切っちゃうかも。ローソーポンだ。ローソーはこれは切らない。ローソーはションパイ。うわローソー当たりなかったんだけど、これ危なくないですか。まあ、一旦なん切るけど、はい、一旦ね、はい、その後ですか。ピンズ引かないことを願うばかり。先に鎮逸とか統一行こうと思ったら、確かにローソー先になっちゃうかも、うん、ちょっとローソーケアしづらいですよね。しづらい。おばさん大ピンチか。ローソーが浮いています、まあ、あんこの可能性あるからって思えたら降りれるけど、3万押してるってことは押してますよ、ね、今はそう考えてないから、はい、やっぱりあとはね残りがもう5巡しかないっていうのが唯一降りる、はい、そうです、うん、5巡しかなくて通ってない白持ってるから、うん、もう念のため現物切ろうって思えた時は助かる。そうですね、はい、二筋でやめれる。あやめた、現物切った、見事我慢した、お見事。あかんだ。さあこの位相は勘です。加冠しました。シンドラはローワン見てになっちゃう。会長がね、会長が見てになっちゃうんで、はい、さあローソーとチュンのシャンポン待ちはチュンが山に1枚だけ。んチュン握れじゃなかった。チュン握れ、あ、はい、まず失礼しました。チュン大ですね、失礼しました、はい、ということは山にはもうないですね。だからローン上がりできるかどうかの勝負ですね、はいはい、だから大場さんがこれ降りたんで、はい、まあおそらくもうローソー出ないでしょうね、うん、いや見事でしたね。いや、はい、逆転されちゃうかもしれない、うん、ピンチだった。危なかったですね。いやローソー打ってもおかしくなかったですからね、本当に、うん、はい、やはりここはしっかりと受けに回った大場、トップ目でオーラスを迎えたい。伊藤の欲しい老僧中は山にはもうありません。一人天敗になりそうかな。会長が天敗できるかどうか。残り10名深くなってまいりました。瀬戸駒さんは白短金できるかどうか。あでも老僧ないから無理か、はい、さあ仕掛けます。なるほど。あれ数装置してトン切り、つもばまだある。1,2,3 ありますありません。あないか、缶入ってるから。だから背底ずらしたんだ、ゆうこさんの。次が背底、これが背底ですよね。これ背底、缶入ってるんでね。背底ずらしたんですね。さあこれで流局、伊藤の一人天敗で流局オーラスを迎えます。さあこれで有効さんと大場さんの点差が4000点も縮まったので、いくつだろう、5000点差ぐらいですか。ざっと5000点差ぐらいな気が、はい、ざっと1,3オールぐらいな気が。5,3 差、うん、1300オールですね。5,3差だから、1300オール以上だと上がりやめでトップが取れる、はい、瀬戸熊さんは251だから145の差、破熱も条件、うんうん、
で会長が187の差だからトップまではバイマンツモ条件ですね。で瀬戸熊さんは大場さんから8000直だと有効さんをまくれないから羽ツモじゃないときついですね、はい、どうですか2着狙いはするんじゃないですか、手次第じゃないですか。これはちなみに2着は何点、49-44だから9300差、はい、まあ実マンツモみたいなもんですよね。さあ各社の条件で揃ってまいりました。何の4曲1本はドラは3品です。会長は135だからギリギリマンツモ届かないから、うんうん、まあまあハネマン狙いに行ってって感じですね、うんうん、はい、あでもなんかちゃんたけの見えますね。いやー大場さんがねやっぱここまで苦しめられる、うん、見せてくれますよね、一時はね5万点オーバーと大きなリードがありましたけれども、うん、だん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 とにじり寄られですね、はい、でも魚谷さんもね、はい、変わらず粘っこいからこんぐらい粘っこいから対局者に僕とかいるとねすぐ2着狙いするから突破してる人は楽だけどね魚谷さんいるとね全然諦めないから本当に嫌なんですけどでも2着狙いもすることもありますけどね、まあ、でもね多分、はい、あのイメージはすごいざっくりな印象論だけで言うと、うんうん、こうベテランの方がトップを狙ってて、はい、若手の方が2着狙いする人が多い、比率では多いんだけど、大谷さんは若手のくせに、まあ、全然トップ狙ってくるから、ね、なんかちょいちょい言葉の節にねなんかトゲが狙える時はちょっと狙いたいタイプですね、はい、どっちかっていうと狙える手ならいくらでもトップは欲しいですもんね。まあ、でもやってる方からするとやっぱりちょっと面倒くさいですよね、自分がトップの時にトップしか狙われないと、うん、本当に諦めてくれよと思いますよね、うん、確かにありますね。それは会長もでもなんか倍分ぐらい見える手になってますよね。絶対狙う打ち手ですから、純ちゃん3色なんか見えますよね、はい、うん、さあ考えていただいた瀬戸熊さん、これでマンツモは見えましたね、はい、はいはい、さあ数ピンがくっつきます。ゆうこさんは1300オールどころかね、現状転廃すらまだまだ、うん、はい、一歩前進、はい、一歩前進。でもドラ1あるんでこれで、うわ初金ない、あ確かに。なんかねこういう時って、はい、あの瀬戸熊さんと森山会長が初ポンする可能性がかなり低いんですよ、あの条件が重たいんで、はい、だからねシンプルに役牌は打ちやすいんですけど、うん、チートイを見てるってことか、リャンピンじゃということですね。リャンピン切りチートイツに向かっています。勇気いりますよこの局面、勇気いるけど、はいはい、これダマテンで OK になりましたよ。確かにチートイドラドラリーボー出さなくていい、上がりやめできるルールですしね。ちなみに大場さんが補充しても2着には残れる、うん、はい。でも有効さんのやめてん瀬戸熊さんにはバレちゃいますよね。バレてももう止めてらんないでしょオーラスはここになっちゃった。あ、じゃあこれでもう両天秤にします。ってなると初握れだから一旦初切るのが自然ですか、ですか、ね、ということで、うん、重なりにくいですから ね、うん、しましたね。瀬戸熊いいシャンテン、こっちもこっち来ちゃった。おシャアを仕掛けたのは伊藤ですね。トイ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 ドラさんに向かっています。いいシャンテン、伊藤が欲しいのはイーソーローソーローピンです。そうですね、はい、瀬戸熊さんからすると有効さんが5800でもトップ上がりやめなんで、はい、そうした場合には自分が4着になっちゃうから敗者復活枠にすらいけなくなってしまうからね、うん、難しい。4着は即敗退ですからね、はい、これもしあのトイトイじゃないとしたら役敗はチュン、チュンだっけ、あ、トンもかな、トンとチュン、トンとトン、瀬戸熊さんこのさあリーチでタカウント引いてのリーチ、なるほどなるほど、これは有効さんのチュンの可能性が高いからっていうことで、はい、だから瀬戸熊さんのチュンが厳しく見えちゃうんだろうなと思いました。でも3品は1枚1でも有効さんは勘できる、勘されたら絶望ですよね。これ大場さんは補充はないですね。大場さん補充すると3着落ちまであるから、はい、もう精一杯降りるしかない、うん、
大場さんも精一杯。しかも瀬戸駒さんこれ裏一トップだ。赤引いたから。あでもいも赤赤ドラ裏ですか。急走入った。いやシャンテ。なんかしかも瀬戸駒さんって今日三品のドラツ持ったからなんかちょっと期待感ありますね。あーチートイツの三品だけですね。はい、トルネードアゲイン。トルネードアゲイン。ローピン。あイーソただイーソは大場さんが2枚持ってますね。あじゃあ会長の純ちゃんがきついんだ。あ裾通ったよ。大丈夫安牌大丈夫危ないトーンは通ってないよね。イーソ危ないですか。イーソ危ないか大場のイーソピンチか。うわカンカンあれこれ大場さんはユウコさんに報酬しても2着残るかな。2着残る一応あれ条件が瀬戸駒さん積もれば OK トップ。あそうですよねドラ乗って、うん、1枚乗ったんですね。裏ドラに頼らなくても大丈夫。さあ瀬戸駒残り山に1枚3品引けるか。そして大場もチーマも通ったね。なんとかなんとか。さあこれでトンが通った切れるようになりましたね。残り山に1枚の3品瀬戸駒積もったら大まくり。ローピンも1枚ありますよね。はい。あ、ないか。ごめんなさい、ローピンないわ。ローピンない。ごめんなさい。そうですね、大場さんが1枚持ってるのと、うんうん、川に1枚。流局になりそうかな。降りるのは大丈夫そうですかね。3ピンいるかな。山に1枚いる。あとは、大場さん耐えれます。トーンは通ってて、耐えれそうなんですよ。パワーも通って、はいはい、なんとか逃げ切れそうですね、うん、いやでも瀬戸熊さんねこういうの引くイメージあるある。もう積もらなくなりましたね。そうこのこの次が内定を考えてる。いや内定ってこと、うん、大場さんに積もばを回すのがいいか考えてました。あカオとなはいこれで配定ですね。流局しました。親番位と瀬戸熊の2人転敗での流局。もう一回勝負。あれこれもう優子さん、はい、上がれば OK ぐらいになったかな、OK っぽいっすね、3000詰まったから2000何百差だもんね、はいはい、大場さんかなり窮地に立たされています。ほぼ最終局、はい、まあ、ただ転敗ではやめれないですもんね、うん、だから上がりが出るか。瀬戸熊さん条件緩和したかな。256の381だから12500差。あマンツもはダメか。ハネマンの出上がりは OK。 あちょっと灰がこぼれてしまったようですね。どこの灰がこぼれた。ツモこの3層はあ灰パイがこぼれた感じですか。あなるほど大丈夫じゃないですか。大場さんの3層がこぼれちゃったということですかね。あ、はい、あの入れ替わっちゃった可能性があるってことだ。灰が入れ替わってないかどうかのチェックで、はい、入れ替わってなかったらそのまま酸素を手に入れて続行して、はい、入れ替わっちゃってたら正しい場所に戻すと、はいはい、ただいまあの天井カメラで あのチェック確認を行っています。じゃあ条件言っときますか。おさらいを。ゆうこさんと大場さんの差が2000うん、200だから上がれば、優子さんは上がれば上がりやめでトップ、はい、瀬戸熊さんが12500だから羽マンのを誰から上がってもトップ。羽マン誰から上がってもトップ。はいはい、はい、あはい、ドラ表示牌に間違いはなかったみたいですね、うん、大場さんの3層は手配の回だったようですね、はい、はい、なので問題なく続行となります。で森山会長は変わらず倍満ツモですね。倍満ツモいいですよ。上がりすぐそこじゃないですか。すごい手来てますね。これは早すぎますね。ペーから切ってもいいぐらいの手ですよ。いやこれそうですね、ドラのペーから切りたい。あでも普通にシャンテン数ピンから切る。数ピンかペーか2択スピンです。いやでもこれね、泣きたいもん。泣きたいですね、うん、
でもすぐ3万とか入っちゃえば。確かに。うん、魚谷さんはペー派でしょ。ペー派です、太陽好きです。でもう、はい、ウーマンとか食い伸ばしの地位から言ってねみたいな、リャンマンポンとか、うん、瀬戸駒さんの手見忘れた。次何の4曲日本馬ですか。羽マンは純ちゃん三色じゃないですか。純ちゃん三色、ね、まあリーチ三色赤も OK って構えにしましたね、うんうん、これは瀬戸熊は羽マンツモで羽マンで上がれば OK、 羽マンで上がれば OK、 はい、マンガンツモはねギリギリ足んないんですけど、はい、もしねリーチ棒とか出たらですよ、もう天敗。これどうすればいいの。これでもやっぱペー切りたいから。数万切ってリーチ、リャンマンとペーのシャンプー待ちです。なんかペー切らなかったらこうなりますよね。そうですね。うん、はい、リーチ、リャンマンが1枚とペーが2枚。もう知らないでしょ。ウーピン行くしかない。うん、終わっちゃいますもんね。何にせよ。てかなんかウーピンは大丈夫そう。手が空いた瞬間にね。うん、終わりですもんね。ちょっと早すぎてここから上がられないってことが、これ、ね、大場さんは、うん、行くしかないって思うじゃないですか、はいはい、1万にすると3着なんですよ。あ、なるほど、日本馬だもんね。日本馬だから1万2600で100点差の、はい、あ、じゃあ2着よしもありますね。なんと押したいけど何ポンとかしたいけど、じゃあやめた方がいいかも。1万2000だけは、はい、っていうのがね、ちょっと通りそうなところも分かりにくいからな。これウーマン通っちゃったからリャンマンとか困ったらっていうのもありますかね。リャンマン危ないです。危ないですよね、普通に。しかも1万2000なんです。大場1万2000打ったら3着落ちるかも。さあ危なくなってきました。伊藤のリーチはリャンマンとペイのシャンポン待ちです。いやだってこれで大場さん3着になっちゃったらね、ほんとこのトッププロたちの恐ろしさを見せつけられる結果になっちゃいますね。だって一時5万点オーバーだったんですよ、うん、いやこれ危ない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 。だってね、腹くくって攻めても危ないし、そうですよね、降りても危ないし、もうダメじゃないですか。前に行っても降りてもダメだなんて苦しい戦い。これがトッププロか。伊藤の町減ってます。いやこれもこれも無理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 。このリャンを捉えるのは伊藤です。いやー厳しいね。リーチドラさん、さあ裏ドラは、裏ドラはありません。1万2000は1万2600で無念の着地。100点差なんです。いやーこれだけきつー。大場に試練。でもね、大場さん結構赤あったんじゃないですか。あったかもしれない。これで赤の枚数1位だ、いっぱいだったら2位も3位も一緒ですからね。どっちも準決勝いけるんで、うん、あれ上がりやめなし。ありです、ありです。これ強制上がりやめなんで、上がりやめですね、はい、これはスタッフ、止めた方がいいんですか。上がりやめで終わりです。うっかり言っちゃっただけで、はいはい、これあのね、選択権がないくて強制上がりやめなんで、うんうん、なはい、はい、ということで以上で対局が終了いたしました。予選 B 択からはトップ通過伊藤、そして2着瀬戸熊、3着オーバー、4着森山で終了いたしました。はい、ではまた一旦お知らせをどうぞ。